ランドル点灯後のオタル運河オタル雪明かりの道は、1999年より開催されている、例年2月に、北海道オタル市で開催されている雪とろうそくの祭典で、冬の北海道を代表するイベントである。オタル雪明かりの道実行委員会の57万5000人。地元では、雪明かりの道の通称で親しまれている。1997年に、 小樽観光誘致促進協議会で小樽市の観光の問題点について話し合われた結果、冬季の集客が最優先課題とされた。小樽は小樽運河やガラス工芸などで全国的に知られた観光地となり、多くの観光客が小樽を訪れるようになったが、観光客が訪れる時期は多くが5月から9月であり、冬季はオフシーズンとなり、観光客の姿は 市内からほとんど消えてしまっていたのである。小樽の冬のイベントとしては、雪像や滑り台を作り、キャラクターショーなどの催しを行うウィンターフェスティバルがあり、1998年2月で23回目を迎えていたが、マンネリとの指摘も強く、観光関係者から冬の観光をアピールする新たなイベント作りが急務との声が出ていた。1999年2月には、 小樽でスキー国体が開催されることから、小樽観光誘致促進協議会で国体開催期間に合わせて何らかのイベントを開催して、当期の小樽観光を全国に PR することが話し合われた。小樽市、小樽商工会議所などからも賛同を得られことで開催が正式に決定した。寂しい、暗いというイメージを一新するため、 ろうそくの明かりで、運河や町を照らし出すこと、手宮線は土地に、雪のトンネルと広場を設置すること、出展を設けることなどの企画が発案され、開催に至った。館長からの押し付けでなく、市民の声から生まれたイベントという点が特徴である。小樽雪明かりの道というイベントの名称は、小樽の冬を感じさせる言葉として、小樽出身の文学者である、伊藤聖の詩集。 雪明かりの道に由来している。手宮線会場と運河会場がメイン会場となっている。第14回では市内46会場で行われた。期間中は中央バスによる循環バス、雪明かりの道ロマン号、天狗山会場へ、小樽夜景シャトルバスなどが臨時運行されるほか、高速小樽号の一部が小樽運河ターミナルまで延長運行される。 小樽の玄関である、小樽駅及び小樽 IC から、小樽運河までの所要時間、距離は以下の通りである。有料駐車場は会場周辺の各所にあり、市が作成しているパンフレットの地図においてもそれが案内されている。近年は札幌雪祭りとほぼ重なる期間に開催されている。2016年は全日程で好天に恵まれたことや、 春節と重なったことでのアジア圏の観光客の増加により、来場者数は2011年開催の第13回以来の50万人超えとなった。それ以降の来場者数の減少の理由については、2017年は、建国記念日が土曜日と重なって、休日が1日減ったこと、2018年は、冬季オリンピックと重なったことやインフルエンザの流行、2019年は、 開催初日の大寒波、2020年は日韓問題や新型コロナウイルス感染症の流行などによる観光客の減少と分析されている。2021年は新型コロナウイルス感染症拡大により開催自体が初の全面中止となった。代わって YouTube に公式チャンネルが設けられ、本イベントでピアノ演奏をしていたピアニストの平間と子による演奏の模様や、 過去の歴史を振り返る歴代ポスターなどが紹介された。また一方では、小樽市内の病院、企業、商店街、個人の自宅などで、自主的にキャンドルを灯す運動が開始されており、その模様がフェイスブックなど SNS でも発信され、イベントに対する思いや、コロナ渦を乗り越えたいとの市民たちの声が呼びかけられた。ありがとうございます。